い、皆さんこんにちは、ムービースラカーの浦川です。久しぶり。あ、パンツやだ。はい、今日は何、今日ももちろん映像出てるんですけどはい、はい、ストプレの春のグッズファンだったのが、そう、会場を引き換え、会場引き換えができる、まあツアーで多分この後出るんだろうけど、出るんだろうけど会場で買えるということ、会場で買えるということで、で我々は5月の1日ですね、前回の動画で俺4日めっちゃ吠えてたけど、5日ですね、ネストプリさんのコンサート行くんですけど、この前に武道館でもチケット持ってない人も買えるっていうことなので、さっき7時何回でね、そう申し込みました、武道館申し込みました。はい、で1日が、日曜日で、2日はちょっと学校とか仕事とかあるので申し込まず、3日からね、3日を両方まあフルで申し込んでみたと、フルで申し込みました、ね、結果まだ分かんないけどね。はいはい、でとりあえずグッズ、はい、じゃあね、これが今回春のストプリさんグッズ、はい、まあ上から一個一個いきましょうか。まずでかいなストプリ缶バッチくじ、これ600円ですね。また400円だよ。あ、400円失礼いたしました。これですね。それがまあいくつ買うかっていうのはまあ後ほどショートでちょっとね、このクソラカさんが使える金額もあるので、それはショートでちょっとやりたいなと思ってます。はい、企画として、ここはい、いくら分買えるか、このリーヌくんの、リーヌくんのね、そうで、これワンチャン今回さ、うん、会場引き換えじゃん、うん、で、知ってる武道館、東京ドームもあるじゃん、あるだから、トラが例えばリーヌくん押したけど、うん、他の人が押し、リーヌくん押してないけど、まあリーヌくん好きなんだけど、うん、交換してくれるって方いたら、で、欲しい、ぜひ東京ドーム5月5日ね、まあ、何が出るかわからないんで、僕すぐ5月5日、もう5月1日にグッズ変えた日に、もう1日か3日変えた日にすぐ動画上げるんで、ぜひやりたいですね、これは。やりたい、一応交換会ってやってみたい、面白いで、その次はクリアファイル、はい、コインって今買うかすっごい悩んでるやつ。あー、かわいい。でもね、うちクリアファイルで溢れ返ってるの一番くじ様というクリアファイルがたくさん出る。当たり付きっすか。当たり付き。おお、そうね、うち一番くじのさ、クリアファイルほんと溢れ、鬼滅とかさ、めっちゃエヴァンゲリオンとかめっちゃ溢れ返ってる、ほんと多いまあでもね、推しのクリアファイルですから、そう、悩みましょう。出たことないんだ。はい、友達とこの前交換したけど、全員のやつこれ、リンヌくんのアクキン、アクキンさ、欲しいよねそれ毎回買ってるから買うけど、アクキンも毎回定番ですね。そう、これはおいくらになるんでしょう。800円800円ね、わかんない。はい、あとこれ、これ新商品じゃない、これスタプリ、いちごペンライト、待って、個数制限あるよ。あれ、何、個数制限40個まで、3点まで。ああ。個数制限あんのこれ。いや、40点はさすがに買えないですけど、これ3体ってことは全部集められなくない？集められないね。これだからお友達と協力するしかないんじゃない？あ、そっか、あなたはここまで買って、ここまで買って、そう、私ここまで買うから、私ここまで買うからお互いそれする、あ、ダメだ、だから何人かでやらなきゃダメだよ、やるんだったら、うん、まあ全部集めるんだったらね。多分これ1人3点かな。1人3点でしょ。大変だね、これ。大変じゃん。スマホリング。あー、バンカーリングか。後ろにね、スマホの。高いんだよな、お値段。2200円。おー、結構しますね、バンカーリング。これ可愛いんだけどさ。まだ、悩む。スマホというスマホがないから。あ、そうね。そう、写真撮るちっちゃいやつならあるけど、はい、スマホというスマホがないから。私のお下がりね。で、スクーンとこれ買おう。俺さ、このトートバッグは絶対いいと思う。あの缶バッジ持ってなくても、アクキーとか普通にこうぶら下げれば超可愛いと思う。それ普通に多分お出かけで使えるじゃん。でも汚れると思うから。まあな、まあでもいいと思う。ライブしか使わない。ライブ、はい、次アパレルですか、どっち行きますか、北風で、はい、オーバーサイズロンティ、それ欲しいんでしょ、ロンティ、そう、欲しいの。あのリーヌくんストプリメンバーでこの2つ着てたんよ、うん、はいはい、かわいいって思ってさ、俺さ、いまだに欲しいなと思ってたの、ジャージいいなと思って、この間あった、あれ1万円するんだよ、ちょっと高かったけどね、あれはちょっとジャージよかったな。そう、あとこれ、このね、ベストニットは、はい、これスラの願望ね、うん、ほら、あの学校にリーヌくんのうちの友達がいて、うん、友達とこれと風車があるんだけど、はい、これ一緒にやって写真撮りたいっていう願望がある。あ、いいですね、かわいいなって思う。それ5000円ですね。そう、高い。意外とまあニット高いっすよ。あの相場は普通のニットでも高いよ。やっぱり。行ってみたい。まあそれなりのお値段、普通のお値段だと思うけど、ニットはね、うん。ニットって高いのよ、アパレル部門だし。本当、お隣は？ゆったりブルゾン。ブルゾン。それはさ、ブルゾンは結構着ていけるんじゃない？普段。そう、普通に着ていけるけど。ね。まあそれ買うと、まあ空香さんの多分アッパーが1万円ぐらいだと。1万ぐらいですね、うん、あれちょっと待ってね半分以上取られちゃう半分以上取られちゃうお値段。いちごペンライト、それ持ってますもんね、ペンライト、ね、これ持ってる、はい、こっちが持ってないやつなんだよね、うん、でもいちごペンライトあるからなって感じ。そうね、両手にね、あんま持てないっていう事実が発覚したの。そうね、そう、片手にうちは持ってたから、そ うちは持つと両手に持てないもんね。そう、両手に持てなかった。俺に何か一つ渡されそうな気がするあとこれ、はい、ストプリアニマルキャンディーキ
これちょっと気になってる。それはお初物？そう、お初物、はいはい、これね、絶対写真撮ったら映える。あ、当たりは何、キーホルダーの中サインついてるのかな。ついてないよ、これは。あ、これ当たりはないんだ。ついてない。これは20点まで。おぉ、そして銀、そしてで、これアニマル大カットクッション、かわいいんだよな。かわいいんだよ。で、クッション、それお値段もお手軽。そう、3000円、いいですね。それお手軽なのよ。うちにね、いるけどね、リンキュンいるけど、いるけど、それにさらにそのリンキュン可愛いかなと思いますよね。それ。あとこれ、はい、ストプリンアニマルバスケット。これあのね、そう、動画見た方わかると思うんですよ。ストプリさんの、はい、リンヌ君のカードをね入れてたんですよ。あのカード持ってて、入れたいって思った。あー、カード入れね。そう、いちご型のところに写真とかね、カードとかね、入れたいなーって。いいね、はい。で次、ででん、これこれもうこれが。いい、本命、大本命、今回のそら、まあ、まだ、まだ、とりあえず紹介しよう。まあ、悩んでる商品、はい、カチューシャ、うん、カチューシャ好きなんですよ。今、某夢の王国ではカチューシャないらしいですからね。そう、もう売り切れでも大半したらしいですから、皆さんも行くなら今ですよ。某夢のお国ではもうね、そう、カチューシャ可愛いよねって。可愛いね。ワンちゃん某夢のお国につけてても、さとみくんバレなそう。バレなそう。さとみくんもバレなそう。あれ、ジェレクもあんなカチューシャあったっけみたいな。ジェレクもバレなそうじゃない。バレなそうだね。ジェレクのはバレないだろ。ジェレク、あれ、あんな、あれ、ご飯なんていたっけで、あ、うん、僕ジェレクみたいな。C だよ。いたっけ。はい。そして、この横は。これがね、つながるアニマルラバスト。これも定番になってきてる。定番になってきてる。それつなげて使うやつね。そら、まだ1種類しか持ってないんだよ。徐々に揃えていくとかね、結構。そう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 。まあね、ということで以上のグッズですね。以上のグッズなんですけど、はい、うわぁ。で、ソラカが今回一番に狙ってるのはどれですか、ちなみに。もちろん缶バッチ買うでしょ。缶バッチとアクキーは買う。アクキーはもちろんね、定番ですからね。定番。その他に狙ってるのこれ、キーホルダーかな。おぉ、クッションは。クッションね、言わせてもらっていい。うん、ふくんの一つクッションあるじゃん。あるある。あれ、あれがいるからなって思ってる今。あとそのさ、下のそう、パスケースもね。そう、パスケース、俺ね、思ったの、パスケース2200円って、うん、結構大きいと思うよ。ああ、ね、物は。ちょっとストプリさんの公式配信、そう、ごめんなさい、まだ見てない、僕見てないんですけど。あ、そうなん、まあ、はい、すいません、見てないです、まだ。このパスケース2200円って結構ね、でかいと思う。だからそれ狙い目かなと思って。あと、小銭入れとかにもなってるんだよね、うん、これで。だから可愛いなって、はい、はい、ということでね、はい、春のグッズ紹介していきたいと来ましたけど、はい、あとは抽選が当たって武道館で買ってすぐアップしますんで、5日の日にね、はい、缶バッジとか交換できる方いたら、いたら交換します、連絡いただければなと思いますので、よろしくお願いします。皆さん逆に何が欲しいね、私はこれ買いますっていうのがあったらぜひコメントいただけると。すごい人ってこれ全部マックスで買うんでしょ。40買うだろうね、もちろん。そう、だってあれ、ソラがTikTok 見てて見たのは300買ってる人いた。すごいな、40買えばね、相当ですからね。板場1個作れるぐらいね。じゃ皆さんぜひコメントお待ちしておりま す, りますで、結構皆さんいつか会えませんかとか、ありますので、まあ、ちょっとどっかでね、いつかって聞かれたことあるんだよね。どっかでその時間を作れればなと思ってます。っていうか思ったんだけどさ、はい、1時間に1回さ、あれツイッターに写真あげればよくない？あ、いいね、ここにいますっていうね。ここにいます。じゃお友達もちょっと待ち合わせをしたりなんだりしてるので。そう、忙しい時は忙しい、はい、ちょっとまあその時間もね、合間見てやりたいなと思います。はい、じゃあ最後よろしくお願いします。はい、もしこの動画が良ければチャンネル登録といいねボタン、ツイッター、インスタ、TikTok よろしくお願いします。お願いします。それじゃあ、せーの、お疲れ、バイバーイ。